競馬ブック、株式会社競馬ブックは、滋賀県立東市主原にある、競馬新聞、並びに、競馬関連図書を制作、販売する会社である。競馬ブック、研究ニュースの2つの競馬新聞を発行し、馬事関連を扱う出版社として、国内最大の規模を誇る。なお、本校では、競馬ブック、当日版、集会競馬ブック、 競馬4基法及びその系譜に関わる事象を取り上げる。出自の違う、研究ニュースの系譜に連なる事象については、当該項目を称されたい。1945年、昭和20年9月、終戦とともに、日本競馬会、現、日本中央競馬会は、競馬の再開に向けて動き出した。関西での公認競馬は、戦前には、 京都競馬場となる競馬場の2か所で行われていたが、このうちなるおは大東亜戦争中に軍の飛行場にされた上に空襲の被害を受け、戦後になっても占領軍に接収されたままで使えなくなり、移転予定だった坂瀬川、兵庫県領元村、イコール源、宝塚市でも占領軍の用地摂収にあって完成の目道が立たなくなった。このため、競馬会は、まず、 京都市場だけでの競馬再開を目指すことにした。1946年、昭和21年10月17日、京都競馬場で戦後初の馬券発売を伴う公認競馬が行われた。この情報を伝える新聞として、戦前からあった、競馬日本、前夜通信の出馬表、競馬ニュース、競馬、不安が復刊。一方で、中島競馬港が、 創業者の疎開によって、大阪での発行をやめることになった。これと前後して、当社創業者の松井敦氏、松井清、清氏が京都府淀町に1備者の名前印刷所を立ち上げた。そこへ、日本競馬会職員の鎌田勝が近づき、松井に競馬専門誌への新規参入を持ちかける。こうして、1備者を発行所とする。 関西初の新規参入詞として1946年10月10日に、そう簡単のが、競馬ブックである。当初は、公認競馬が、日曜しか行われなかったこともあり、競馬ブックは集会だった。そこで1備者は1948年、昭和23年、大阪住の江競輪場での競技開始をきっかけに、競輪の専門誌も発行し、初期には、こちらが、 大きな収入源となった。その後、同社は法人化と前後して、株式会社、松井創業、初代に社名を変更。競馬ブックはあくまでも同社が発行する定期、観光物の賞という形になった。1971年、昭和46年には、東京の競馬研究者と提携して、関東に本格進出。 ほぼ同時期に慶州ニュース創業者、白井新平の子息、白井徹が、現役場の血統データを専門に扱う本を立ち上げようとしていのをお聞きつけ、新平や京州者などと共に支援し、競馬4基法として具体化した。その後、競馬研究者が正式に参加に入った時に、松井創業、二代目となり、松井創業、初代は、株式会社競馬ブックに、社名変更した。 2016年、平成28年6月30日付で、株式会社 MG、プリンティングを印刷部門に、2017年12月24日に、研究ニュースの発行元であった、株式会社、松井創業、2代目をそれぞれ吸収合併した。以下は、中央競馬、東西全国版を基本としているため、地方競馬版、特に、万栄競馬版は、 若干異なる部分がある。バレン、ウマタン・三連服、三連単の本誌予想解明を掲載。バレン、ウマタンは本誌予想トラックマンよりも多めに解明を示している。三連服は1等軸流し、2等軸流し、ボックスのいずれか、三連単はフォーメーション予想。原則として毎週月曜日発売、ただし平日に 中央競馬開催がある場合イコール台風などの天災で代替競馬が開催された場合またはハッピーマンデー開催などはその翌日2018年10月9日より電子版の発売が開始された2019年1月をもって奈良県全域と和歌山県全域における発売を終了した競馬4期法は慶州ニュース創業者 白井新平の三男白井徹が中心となって、1972年、昭和47年、関東版から創刊。8年後の1980年、昭和55年に、関西競馬4期法の元となる、別冊セリ4期法、関西版がスタートした。どちらも白井が、東京都新宿区に設立した、サラブレット決闘センターを版元として、発行を始めた。 関西版は、総刊号の編集後期に、当分は、年1回発行の予定ですと記載されていた。その後春、秋の年2回発行される、事実上、2期法になり、明日ともに4期法となった1984年、昭和59年から、元が、競馬物価本体に変更された。関東版は、日本所属場中心、関西式法は、 立党所属場中心に、それぞれの登録前競争場の決闘、競争成績を退去収録するとともに、競馬に関する様々な写真グラフィックによる特集も収録されていた。毎年夏号には、ペーパーオーナーゲームの参加者が募集される。春号には場所向けの情報誌、スタリオンレビュー、非売の最新年度版を希望読者、オンライン注文の場合は、 全員に贈呈する金平円もある。1 9 8九年、平成元年に、現在の競馬ブック東京支社社屋が完成した際、サラブレッド血統センターの事務所は、近隣のマンションの一室に移転した。その後白井は、サラブレッド血統センターを、競馬ブックに売却し、1九9五年、平成七年統合から、関東版も、発行、サラブレッド血統センター。 発売、競馬ブックに統一されたが、引き続き関東、関西の2分冊の形式、題名は、競馬4期法、関東版オア関西版であった。21世紀になって、全国の中央競馬全レースの馬券が購入できるようになったことや、地方競馬との交流レースが増えたことなどから2001年統合以後、全国版として一冊にまとめられている。近年ではインターネットによる、 有料情報配信にも力を入れている。いずれも、会員登録が必要。レース前日の専門誌がまだ、西日本のみの発売だった1960年代から、競馬ブックは、テレビラジオの競馬中継番組に、積極的に出向し、解説者を派遣してきた。特に、KBS 京都では、1969年、昭和44年のテレビ開局以来取引を、 続けている、競馬中継、競馬ワンダーランド、馬時。カンテレ、競馬中継、エキサイティング競馬、ドリーム競馬でも同年のリニューアルを機に解説者の派遣をはじめ、40年近く継続した。ラジオでは毎日放送、MBS ラジオがレギュラー放送を再開した1971年、昭和46年から長く出向と解説者派遣を継続する。 1970年代以後は東日本のレースを取り扱う番組にも出向を行っていい。2010年までは関東の独立局の中央競馬ワイド中継でも放送されていた。関西を拠点としていることもあり、かつては KBS 京都以外でも関西異性のテレビラジオ競馬中継において競馬ブックの影響力は絶大であり、解説者は 競馬ブックトラックマンでほぼ占められていたが、2000年代に入ってこの状況が変化していった。2010年前後の一時期は、地上波テレビラジオ中継では、競馬ブックトラックマンの解説者企業が減少傾向にあったが、2010年代前半以降、徐々に復活しつつある。ラジオ関西、AM 神戸 CRKMBS ラジオの競馬中継、サタデー競馬、パーフェクト競馬、 午後競馬サタデー。と、日曜競馬、みんなの競馬、午後競馬サンデー。にも長年協賛、解説者を派遣してきたが、看板評論家だった、山田和夫の幽体や中西勤の死去が重なった2005年、平成17年以降、後継者がなかなか育たなかった事情もあり、関係が縮小。ラジオ関西については2009年度、2010年3月27日、 の放送を最後に撤退し、解説者の派遣も中止された。このため CRK は、親会社の神戸新聞社が発行する、デイリースポーツ、デイリーバサブローラ解説者を受け入れ、引き続き MBS に制作を一択して継続する、道を選んだ。また、ラジオ日系の中央競馬実況中継は、東京支社が担当する、第一放送が同じ競馬ブックグループの、競馬研究。 現、研究ニュース関東版ともども2009年度、2010年3月28日、放送を最後に一度は、出稿を取りやめ、本社担当の第二放送は、大坪元の優退もあり、解説者派遣中止となった。第一放送日曜午後担当の松本健二は、引き続き出演したが、若手や中堅クラスは、中央系バイド中継や、グリーンチャンネルなど他局、 た番組に転出していった。しかし2013年（平成25年）から第一放送に限って CM 出稿が再開され、2019年（平成31年）からは松本の引退に伴い東京支社の中堅トラックマンが開催ごとに交代で出演することになった。さらにフジテレビ系列の競馬中継でも大坪を長年目引会設社に寄与していた関テレおびテレビ。 西日本製作の放送においても、近年は解説者が、同じ富士山系グループの山系新聞社が発する、競馬8所属のトラックマンに切り替えられるようになった。現在、富士テレビ系列の競馬中継において、競馬ブックトラックマンが出演するのは、北海道文化放送制作のドラマチック競馬、競馬プレミアに、橋本敦史2012年より、が出演するのみに止まっている。 そのため、現在地上波テレビ全国中継に登場する競馬、ブックトラマンは、橋本ただ一人となった。一方、放送系メディアでは、最大の取引先である KBS 京都も2010年で、長時間放送を取りやめ、日曜日の中継からは撤退した。この際に土曜日深夜の競馬展望は、提供を交番、解説者の派遣も中止している。JRA は、 関東のワイド中継、中央競馬ハイライトも含めた、東西独立遊曲の競馬関連番組を、BS デジタル放送による全国一斉放送に移行させるため、BS11 と組んで、BS11 競馬中継、馬ナビ、11を立ち上げさせ、ここに競馬物価本社と東京支社から計3名が、パドックやレース展望などの解説者として参加することとなった。 KBS 京都の放送は、テレビ東京、BS テレ東、ウィニング競馬との兼ね合いにより、土曜日15時台のみ、放送の、馬、土器に移行することになり、競馬物価本社のトラックマンが引き続きでする。一方、ハイライト、土曜、競馬展望の後継として2012年から開始した、競馬展望プラスにおいて、関西版には、本社のトラックマン4名が、週替わり、 関東版には東京支社の若手トラックマン3名が出演していたが、こちらは2019年4月開編で馬ナび、イレブンに事実上統合する形で終了。これにより、ワイド中継、ハイライト以来35年間続いてきた関東独立有局制作番組への解説者派遣が中止となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。